刻室内には目まぐるしく空と地面が入れ替わる空中の中で、上級クラスによってはワットを受けた、そして電池を受けたを受けた中で、なんと最大12人、体重で約10倍もの重力がパイロットにかかっている状況下で、パイロットが全国操縦技術を求められる世界最高の体操するんです。ウィッチーパパ、ウィッチーパイロットは不審な中、最上級車線アンジェットクラスで活躍しているパイロットを名です。本日のウィッチーパパの定時表では、そんな選ばれた科目を親しみやすく使用し、大谷選手が新車を打つと基本的な極速高競技の技を使って安心で競技の技を世界をみんなに感じて楽しんでもらえるように構成します。ラストが光って滑走が来て横に落ちます。
アクロバティックを利用しながらでは着陸皆さんにぜひ楽しめればと思います。